ヨハネス・フォン・ミーケルヨハネス・フォン・ミーケルはドイツの政治家。1829年2月19日、ハノーファー王国のノイエンハウスにヨハネス・フランツ・ミーケルとして生まれる。成果はフランス系で先祖がフランス革命によってドイツに亡命した。長寿でハイデルベルク大学とゲッティンゲン大学で法律を学ぶ。学生時代には、 カール・マルクスに傾倒しマルクスの著作を少了した。ミーケルは暴力革命を支持し、社会主義、無神論に転向した。ミーケルはマルクスとの間に文通まで開始して1852年まで共産主義者同盟のメンバーだったが、実際の革命である1848年革命が勃発した際、何も行動に移さなかった。政治経済学に関して、 研究を深めていったことで、マルクス主義に傾倒した時期を隠蔽したミーケルは、1850年代にゲッティンゲンで弁護士を開業した。ミーケルは財務問題に詳しかったことから弁護士として有能さを認められ、政界への足がかりを築いていった。ミーケルは国民自由党の創設に参加し、1864年、ハノーファー議会議員に立候補し当選した。当選後は、 野党議員として活動するプロイセン王国によるハノーファー併合には賛成し、ハノーファーの議員出身者から1867年にプロイセン議会に議席を得た政治家の一人であった。ミーケルはこの時期ビスマルクの信用を得ていなかったため、プロイセンの国政に影響を及ぼせる地位にはいなかった。それでも1876年には議会で法制委員会議長として、 法整日の一条になった。1865年に、オスナブリュック市長に就任し、1865年から1870年、間を置いて1876年から1879年まで、市長職にあり、優れた行政手腕を発揮した。また、この間に1870年から1873年まで、ディスクントジェセヨシャフトの責任者を務めている。 1879年フランクフルトアムマイン市長に就任するフランクフルトでは貧困層の住宅整備など社会政策を重視した姿勢を展開した学生時代に触れたマルクス主義社会主義思想の影響が伺えるミーケルの社会政策はドイツ国内で高い評価を得ビスマルクによる社会保障政策の実験的な意義があったとされるまたこの時期に 国民自由党の組織再編成において重要な役割を果たした。1887年帝国議会議員に当選する。1890年ビスマルクが退陣すると、プロイセン王国の大倉大臣に任命され、以後、10年の長きにわたり、増床の地位を保持した。増床としては、今日の累進課税のような革新的な税制改革を実施したことで知られる。しかし、 1893年から1894年にかけて着手したドイツ国内の金融改革には失敗し、ミーケルの威信は大いに揺らいだ。1901年プロイセン増将を辞任するが、健康を害していたミーケルは、同年9月8日フランクフルトで死去した。ありがとうございます。